A の部分をフロントオーバーハング、B の部分をリアオーバーハングというオーバーハングとは、自動車の支えであるタイヤの中心よりも外側に被さるようにはみ出した車体を指す用語である。自動車におけるオーバーハングとは、車両を設置面に対し垂直方向から見たとき、前後左右の車輪の設置中心点から外側にはみ出した車体の部位。 市販車の場合、商品性に関わるエクステリアのスタイルに大きく影響を与えることはもちろん、重心から離れた。この部分の重量は、ピッチ方向と横方向の運動性にも関わる重要な要件ともなる。オーバーハングが大きいと鈍重ではあるが、高級や安楽、小さいと踏ん張りが効き機敏であるという印象が強まる傾向にある。またセダニア、 ステーションワゴンの場合、リアのオーバーハングは、そのまま、トランクルームの広さにもつながるので、外見や、ドライブフィーリングなどを、あまり気にしないユーザーから見ても、実用面では重要な要素となる。ただし、オーバーハングが大きすぎると、狭い場所での取り回しに、苦慮するなどといったデメリットも生ずる。ホイールベースとオーバーハングの比率は、旋回時のみならず、 勾配での取り回しにも影響を与える。特にバスやトラックなどの大型車は大きくハンドルを切るときにはリアオーバーハングの変異量を考慮する必要がある。モータースポーツの観点ではオーバーハングの長さはダウンフォースの発生量とも密接に関係しており一般的にオーバーハングが長いほど抵抗となる全面投影面積を増やさずに 大きなダウンフォースを稼ぐことが可能となる。この関係で、レース出場に必要なホモロゲーション取得のため、ダウンフォースを稼ぐ目的で、フロントのオーバーハングを延長した特別使用者を限定販売する例も過去に見られた。上記の運動性にも当てはまるが、てこの原理で、距離が大きくなれば、その影響も大きくなる。特に競技車両での過大なオーバーハングは、 タイヤの荷重負担が極端に大きくなることや、スピンやバンプの際、仮面に空気が入り込み、舞い上がる、危険性が増すため、リスクを減らす目的で、レギュレーションに、寸法や割合の最大値が規定されている。ありがとうございます。